ようこそ、霊夢と、マリサの、鉄道部屋へ。よーし、今回は私が担当するぜ。今回も楽しみだわ。今回は、京葉線のとある車両について見ていくぜ。今回も、まだ取り上げたことのない路線ね。ああ、そうだな。では、本題へ移ろうぜ。オーケー。今回は、これよ。京葉線激レア車両。京葉線に激レア車両があるの？ああ、あるんだぜ。この編成は、鉄道界隈でも人気なんだ。ええ、それは、すごく気になる。では、それらについて見ていこう。と、その前に京葉線について軽く解説していくぜ。まだ、この路線について取り上げてないもんね。京葉線は、蘇我から東京までを結ぶ約43キロの路線だ。沿線には、東京ディズニーリゾートもあり、JR 東日本管内のドル箱路線の一つだぜ。また、京葉線は朝と夜間を中心に内房外房線へ乗り入れていて、外房線運用は、日中にも乗り入れを行って、朝と夜間を中心に一部が東金線に乗り入れを行っているぜ。内房線では、朝の運用において、上総港から発車する列車のほか、夜間には、京葉線が千葉まで運転されているんだ。京葉線が千葉？ああ、そうだぜ。ただ、この列車は京葉線に行かない列車で内房線の路線を走るんだ。この列車は、夜間の木更津と君津から発車するぜ。内房線内を走る列車であるから、厳密に言うと京葉線車両で運転される内房線の方が正しい。夜間限定だから、珍しいよね。ああ、その通りだぜ。ただ、今回は長くなってしまうから、それについては、改めて紹介しようと思うぜ。新たな楽しみが増えたわ。では、話が逸れてしまったがここから本題だぜ。待ってました。ここからは、激レア車両について見ていくぜ。現在の京葉線は、E233 系5000番台が主力車両だ。しかし、京葉線の中には今回紹介する激レア車両があるんだぜ。それが、通称京葉34編成だ。京葉34、正式には、209系500番台だぜ。京葉なんとかって何？京葉34だな。京葉34っていうのは、所属番号で、京葉総合車両センターの番号が京葉ってなっているんだ。その34番っていうことだ。なるほど。でも、なんで所属番号で呼ばれてるの？ふっふ、それはだな、一つしかいないからだぜ。ええー、この209系500番台、京葉34編成のみなんだ。え？だって、一つだけってことはないでしょ？普通は、そう思うだろうな。では、それらについてこれから解説していこう。ワクワク。この209系500番台は、もともと中央総武線で活躍していた車両なんだ。後に、京浜東北線へ転属となるんだ。当時、京浜東北線などで活躍していた209系0番台の、デジタル ATC 化の改良工事によって、車両不足となることを受けて、転属していたみたいだぜ。デジタル ATC？ デジタル ATC とは、列車保安装置の名前だぜ。なるほど。改良工事終了後も、ダイソーなどで活躍していたみたいだぜ。その後、2007年に転機が起きるんだ。なになに？現在活躍する E233 系1000番台の投入、運用開始に伴って、それまで活躍していた209系0番台とともに置き換え対象になったんだ。それで、どうなったの？京浜東北線には4編成が転属していて、それらすべて京葉線へ転属したんだ。あれ？ 4 編成あったの？ああ、そうなんだ。というのも、京葉線でも長年活躍していた青色がトレードマークの201系が在籍していて、その車両も老朽化によって置き換え対象になっていて、置き換え対象の201系を209系500番台に置き換えるため、京葉線へ転属となったみたいだぜ。そんな経緯があったのね。京葉線に転属となった209系500番台は、京葉31から京葉34編成という番号が与えられたぜ。そして、2010年にまた転機が訪れるんだ。京葉線の現在の主力車両、E233 系5000番台の投入、運用開始で、それまで活躍していた205系とともに一部を除き209系500番台も置き換え対象になるんだ。それは悲しい。
ただ、置き換えとなったものの武蔵野線へ転属して、今でも活躍しているぜ。それはよかった。それで、残ったのが京葉34編成になるんだね。その通りだぜ。でも、なぜ京葉34編成は残ったの？当初、JR 東日本では E233 系5000番だよ。25本合わせて250両を投入する計画だったみたいだけど、実際には24本、合わせて240両と1本少なく製造されたみたいで、ここからは推測だが、当初の投入数を合わせるために残っていると、考えられるんだ。なるほど。その理由なら、納得だわ。ちなみに京葉34編成こと、209系500番台は、2016年に機器類更新工事が行われていて、今のところ、京葉線では新型車両などの投入はないらしいから、今後しばらくは、この車両の活躍を見られそうだぜ。それは嬉しい。また、こんなこともあるぜ。なになに？内房線で夜間のみ運転されている京葉線車両での千葉行きに、充当されることもあるんだ。それって、すごく激レアじゃない。ああ、そうだぜ。激レア車両でかつ珍しい運用に就く姿は、本当に珍しいと思うぜ。私、撮影に行きたくなっちゃった。この後、一緒に行かない？おう、いいぜ。よし、そろそろいい時間だし、今回はこの辺りで終わろうと思うぜ。今回の激レア車両の話、勉強になったわ。それは、よかったぜ。みんなも楽しんでいただけたかな？よかったら、チャンネル登録よろしくね。今回も長らくのご乗車、ありがとうございました。